山崎城は、京都府乙国軍大山崎町ざ大山崎にあった、日本の城。山崎の戦い後、大阪城を築城するまで、豊臣秀吉が、本拠地としていた。別名、天皇山宝寺城,城や、天皇、山城とも呼ばれている。山崎城がある、天皇さんは、淀川を挟んで、男山があり、宇治川、木津川、桂川の合流するところで、 山城と摂津の国境にある。山麓には、西国街道があり、河川を含め軍事、経済、交通の要所である。京都への圧力と防備、外圧を防ぐ両面を持った地で、古来より何度か戦場となっている。桂川原の主戦場跡と、山崎城の資料場の所見は、林直弘への軍中場に、 山城の国山崎警吾のこと八王子山に馳せ参じ、鳥取お城5月29日より6月23日まで、要害警吾をいたしこうとあり、鳥取お城とは、山崎城を指し、当時摂津守護であった赤松藩主が、南朝方を防衛するため、林直弘へ警吾を命じた。次に、文明2年、山城の国人、野田康市中の軍中城に、 24日三名団聖殿ご悲観愛共に、山崎に着陣塚祭城を、鳥取お城に構え、在陣いたすとあり、文明2年12月24日、応仁の乱の時に、大内正宏軍が摂津に侵入してきた時に、山間正豊軍が京都を防備するためこの地に陣を構えた。また、文明14年には、細川正元が入城している。 その次は、山崎の陣、薬師寺黒西門の城没落スト云ンン、豊臣秀吉像、大阪市立美術館像と記されている。この記述は、桂瓦河原の戦いのことで、細川高国の打倒を目指す細川春元軍の旗の、元清大が八条、上尾山領城の戦いで勝利し、薬師寺国長が立てこもる山崎城を落城させた。国長は、 高槻城に逃れ、旗の元清は、摂津諸城を落城させていった。また天文7年3月に、春元自身がこの城に赴き集築を実施している。この時、不信任府を落中落外から集めたことが、親春日記、金右狂記に記されている。翌天文8年に、三好長慶が反乱を起こした時も、春元は、京都と、芥川山城のつなぎの城として、 山崎城を利用している。天正10年6月、本能寺の変後、中国大返しで、中国地方から機内へ引き返してきた、橋場秀吉、神戸信隆連合軍の進行に備えるため、男山城と山崎城に陣取った、明智光秀軍であったが、なぜか、淀ド城、昭龍寺城へ一時撤退した。翌日橋場軍が、山崎城に陣取ったため優勢となり、 光秀は逃亡を、討ち死にする結果となった。宝石寺の山門秀吉は、大阪城に移るまで、山麓にある宝石寺も含めて、城郭として利用したと考えられている。清洲会議で、長浜城を柴田勝家へ譲り、秀吉の城は、姫路城のみとなっていた。秀吉は、山城、丹波両国のどこかに城を築きたいとし、さらに、いずれ、 勝家と死ゆを決する時が来るはずと考える、秀吉にとって、京都に近く、しかも、小タ城に匹敵する、山城の候補地を物色するうち、天皇さんの場所に目をつけるようになったものと思われると推察されている。小タ城は秀吉が、元気元年から天正元年に攻め続けた城で、山城の優位性があったためではないかとしている。秀吉その頃、 山崎宝寺の上に城を構えたた参り、されども、このところ重いてザざるにや、はかばかしく構えにも至急ざりけりとし、これは、竹中重門が表したもので、それほど重要な城郭ではないとしている。それとは別に、イエズスカイ日本年報では、橋場は、花肌堅固な城を二つ山崎及びとより三レグアの、八万に気づいたが、 柴田及び三十七殿は大いにこの築城を不満とし、人を剣はして、最初の協定においては、彼らは対等であったが、その後見るところによれば、彼は自ら天下の絶対の君主とならんとする、志を示している。よって、直に二条を破壊すべく、もしこれをなさざれば、冬が過ぎて、彼を撃滅すると言いはせた。橋場はこれに応えて、 彼らも仕来ることを言えば待つべく、何人が、天下の君となるか各自の腕によって、定めようと言った。また、秀吉が、毛利照元に出した書状に、山崎城に関する記述がある。大将国鶴としてご思想差し伸ばされ、聖堂万引き送り、御用かけられこう、誠に五年を入れられ示し預かり講談、写真申しがたく候、ろう。しかして、機内のように付き候。ろう。 ご思想見、及ばるごとくに候、山崎において、我ら不信申し付けこうゆえ、鶴井の儀、まず縁印せしめ交換、彼の仏事執行広告、大勢をこうむるべく候、御ご思想へ申し渡し候、強行禁言現7月17日秀吉大将国とは、主君、織田信長を指しており、信長の死を痛み、弔意として、聖堂を送ったことに対する礼状である。文中には、 山崎城を築城していることも記しており、清ス会議から20日程度経った、天正11年7月17日には、不審が開始されている。最後は、吉田金美の日記には、今朝山崎の天守を、開地取り乱んだため、方向まかり向かりこしす天正12年3月25日城と、あり、山崎城には、天守があり、廃城日は、 天正12年3月25日となっている。現在の城郭は、最後の城主となった、豊臣秀吉時代のものが多く現れている。山崎城の最大幅は、東西約250メートル、南北約200メートルで本丸北側には、東西35メートル、南北20メートルの小車があり天守台と考えられている。本丸を中心に、東側、 南側、南西側に車を配置し、北側は断崖の要害となっている。縄張りの基本は四角形で築城されており、和城の長大な上り石垣とカラボリーと第一線に捉えた天守台のパターンに近いものが放火しており、織田、豊臣系の築城パターンの中でも、秀吉の個性が強く出たものと考えられる都市。 山崎城の築城パターンはその後の和城に多く出てきており、豊臣系のものが色濃く出ているとされている。豊臣秀吉が山崎城に在城中は天皇山から宝石寺一帯にかけて布陣していることから寺を含めて城郭として機能し、寺から山頂にかけての防御はそれほど重要でなく、山頂のこの城郭は 全体の爪の城といった存在であったと考えられ、山頂部分の縄張りは最後の取り出として機能したと言える。マス型古行の例また、山頂の城郭は本丸に向かうまで、ここをマス型、土類、堀、土橋と連続した防御システムがある。これについて、山麓の放射区より、 山頂の爪の城を一体とするパターンと、爪の城の細かい防御施設に、後の秀吉系の城郭パターンの原型といえるに、大要素を持った縄張りの城郭であると指摘されている。意向としては、本丸の礎石やと、石垣、井戸、門中礎石が散見できる。歴史がある山崎城だが、発掘調査は進展していない模様である。山崎城と、 周辺地域の空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ありがとうございます。